いっぱい褒める自分を、いっぱいご飯食べれて偉いって今日も楽屋から、え、これね、ちょっと秘密だよ。秘密っていうか、まあ、普通にさ、その、なんていうの？スタッフさんとかには、ちゃんと許可取ったし、マリンとかさ、そう、マリンとかペコラ、そう、マリンとかペコラッチョ、そう、マリンとかね、ペコラッチョも知ってるんだけどね、だってお弁当実は、自分の分と、あとね、もう一個余ってた、その、なんか、予備みたいなさ、余ってたお弁当持って帰って、2個なの。で、今、実は1個半食べたんだよ、さっき。1個半食べて、今半分残っちゃって。そう、実はね、実は1個半なんじゃよ。そう、なんか、じゃあ確認したんだよ、確認して。これさ、持って帰っていいんですかみたいな。あ、全然大丈夫ですよ、みたいな。気使ってるのかわかんないけど。したら、マリンからさ、はっ、こうやって、欲張り屋さんなんだからって言われちゃった。そう。美味しい。そう、成長期だから、そう、褒められて伸びる、成長期、成長期だから、ね、そう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 、褒め伸びでも歌ってたもん。まだまだ成長中です。ありがとう。